隊長の宮城です。これを見れば沖縄で台風の心配はあり、ません。ズバリ、台風季節の沖縄旅行はここを狙え。夏の沖縄旅行計画の台風対策マル秘情報です。7月の8日から11日は台風席の可能性大です。8月は4日から12日が NG。 9月は最も台風が接近する月その中で12日から14日22日から27日が比較的可能性が低いのでおすすめです10月は1日から6日が危ないです過去17年間 7月の沖縄に接近した台風の個数をまとめた表です。9日と10日に2個の台風が接近しており、この前後が危ないことが分かります。8月は5日から11日に2個の台風が接近しているので、この前後に注意。9月はとっても台風が多いのですが、グラフ中の12日からの2泊3日と22日からの6日間が穴場になっています。 10月の台風はちょこちょこ接近していますが、3日から6日を避ければ比較的可能性は低くなります。ご覧いただきありがとうございました。台風を避けて楽しい沖縄旅行そしてこんな沖縄の海で遊んでみてはいかがですか。しかも、 泳がず誰でも簡単に遊べちゃうんです次の沖縄旅行ではお子様と一緒に天然タッチプールで遊んでみてくださいね